ローブ・デ・コルテは日本の競走馬。2007年に優秀品馬を制し、中央競馬のクラシック競争史上初の外国産勝利馬となった。また、史上初の足毛のオークス馬でもある。馬名はフランス語で女性の霊装ローブ・デ・コルテに由来する。2009年より繁殖品馬となった。なお、中央競馬で重賞5勝を挙げた大和テキサスの母は東米の ローブネコルテだが別の馬である。2006年に、函館競馬場の新馬戦でデビューし、安藤勝美騎乗で勝利する。続く条件戦に総を2着として、阪神ジュベナイルフィリーズに出走するが、ウォッカの4着に敗れた。2007年は、勾配ステークスから始動し、これに勝利して2勝目を挙げた。しかし続く、大花賞トライアルのチューリップ賞は5着。 本番の大歌賞でも4着に敗れた。迎えたオークスでは、大歌賞優勝のダイワスカーレットが、官房のために、ウオッカが東京優秀に出走するために、ここを回避し、53年ぶり、春季開催のオークスとしては、史上初めて大歌賞1、2着馬が不在という、混戦模様となる。その中でも本場は5番人気であったが、レースでは中断を進むと、 最後の直線で大外から追い込み、一番人気のベイルダレアをゴール直前で、花坂はして優勝した。優勝タイム2分25秒3は、1990年にエーシン・サニーが記録した2分26秒1を17年ぶりに更新するレースレコードだった。この後はアメリカン・オークスに遠征。安城は起場停止となっていた福永祐一に代わり、同じく アメリカ遠征をしていた岩田光生が務めた。レースではスタートで出遅れ、直線で追い込むもパンティーレードに破れて五着に終わった。また、競争中に微出血を発症したことにより、日米双方で1ヶ月間の出走停止を課せられた。帰国後は、この夏に発生した馬インフルエンザの影響もあり、予定していたローズステークスを回避して、品馬3巻目の集荷賞へ直行。 しかし10着と大敗を喫すると、以降は、盆走を続けるようになる。結局、オークス以後は小馬になって出走した、半球杯と NST オープンでの3着が、最高という成績で、2008年秋に出走した、府中品バステークスでの10着を最後に競走馬、引退、繁殖入りが決まった。場所の前田孝二が経営する、ノースヒルズマネジメントで繁殖入りし、 初年度の2009年はアグネスタキオンと交配され、翌年はシュゲのヒンバを出産した。スイートメドゥーサはデビュー戦を一番人気で解消したものの、その後2戦続けて、スタート直後に外に逃避して、競争中止となってしまい、強制は困難と判断されて引退している。2014年3月19日に第三種となるハーツクライの子の出産時に暴行破裂のため死亡。 小馬も死亡したため、残した子は2頭のみであった。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。重視に、中央競馬市場2頭目の牝馬三冠馬、スティル・イン・ラブ、いとこに、ラジオ短波賞優勝馬ビッグバイアモンがいる。ありがとうございます。